皆さんどうも、ピーマンです。今回、二の国実況7回目になります。現在の目的は、デカロックさんの大噴火を止めようというわけで、前回の続きから始めていきますのでね。デカロックさんは行くのは初めてになるね。どんな場所なのか、大噴火を止める。止めれんの男の子、女の子二人だけで止めれるような大噴火ではないと思うけどね。まあ、とりあえず行ってみようよ。若干かんだけど。ここは火山の入り口になるのかな？この奥ちょっと進んでいこうか。怖いね、雰囲気が。うわ、この辺の敵強そうだな。戦いたくねえ。でも戦わないとダメだよね。近く寄ってくるもんね。見つけたらすごい勢いでこっち来るからね。ほらね、早いわ。すごいね、大好きなんだね、うちのこと。うわお、なんだこれ。サンサンキーマ絶対強いだろこれ。おいけ、ゴー。あ、いや強いわ。うわ強い、ちょっとあかんあかんあかん。なんじゃこれ。いかん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 。めっちゃ強い。え、なにこれ。いかんいかんいかん。え、ちょっと待って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 、めっちゃ強い。あ、よし、倒したか。いや、ないっすか。これめっちゃ強いじゃないか。レベル、これ必要になるぞ。レベル上げていかないと多分この火山攻略できねえな。めっちゃダメージ食らうんだもん。びっくりした、お前。まあ、体力自体はそこまで多くないかな。特別多くはないんだけど、攻撃力は高いよ。一気にダメージ、HP 減っていってたもんね。びっくりした。こんなびっくりすること初めてだよ、2016年。それぐらいびっくりしてるんだよ、今。恐ろしいね。さて、先に進んでいこう。あ、ちょっと待って。マップ見らして。あ、合ってるね。この奥で合ってるわ。よし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 。こっち来ないで。うん、来るんだね。意地でも来るんだね。こ来んなっつってんのね。あっち。なんだこれ。あっちね。あっち A と B 気持ち悪いな、ほんな。A、B もいらねえよ。A、B 来たら C 来いよ。ああ、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、HP の弾が落ちた。ちょ、ストップ、ストップ、ストップ、ドン、ストップ。オッケー。ゴラ。あ、ゴリンボ、ゴリンボ、ゴリオンボ、金玉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 取ろう、金玉取ろう、そっか始めよう。お前が取るんかい。お前が取るんかい。なんでお前が取んない。起きたい必殺技。こいつの必殺技何なの。わあ、氷か。絶対強いだろこれ。わあ。わあ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 。あ、これ仲間中。あー、なんで倒したんだろう。お前が仲間できたの。あっちしまった。ハート出てるやつ、なんで切ったんだろう。よくわかんねえだ。なんでそんなことしちまったんだろう。最悪だね。シャルチのレベルがあったん、ソロッパもいいよ。おう、夢で落としを手に入れた。うわー、最悪ごめん。仲間してあげたかったんだけどね。さーて、火山の一番奥にやってきたかな。いや、まだ来てないね。うわ、めっちゃ揺れてるわ。とりあえずこのまま進んでいこう。怖え。これマグマ当たったら確実に死ぬパターンでしょ。足溶けるね。肉がなくなるよ。え、なにうわ、ヨガの課題よね。オリバーの魔法で橋とか作れない。オリバーの魔法で？え？あ、これでいいんじゃない？見えざる道。はい、使ってみよう。取れるようになるかな？イエーイ！思いっきり見えてますけどね。はい、これで取れるようになったよ。そのまま通ったら確実に足溶けるからね。物語そこで終了だよ。最悪な事態になってしまうからね。うわ、敵多！多すぎるだろ、これ！絶対対決になるよね。対決拒否したいのに。強いからね。まあ、レベル上げしておかないとね、どっちにと戦っていかないと、この先絶対ね、苦戦すると思うからね。だって雑魚的に苦戦してるんだぜ、みんな。これボスと対決になったら確実負けるだろ。硬っ！なんでこんなこいつ硬いの？めっちゃ硬いんだけど、意味不明。横一線、痛！めっちゃ食らうじゃないですか。全然倒せねえ。なんでこんな硬いのこいつ。まずいな。死ぬな。のの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 。ヒル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 。はい、オッケー。殺す気か。まあ、殺す気なんだろうけどね。やめて。痛いから。ルチルチルチ。はい、行こう。はい、行こう。オッケー。オッケー。オッケー。行こう。行こう。行こう。倒して。早く倒して。早く倒して。全然倒せねえ。ダメだ、こら。ひどいな。全然倒せねえ。まずい、マル死にかけてるじゃない。マル、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 ちょっと待って、魔法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 。魔法、マル、マル、マルを助けたい。マルを助けたい。マルを助けるためなら、なんだってする。はい、ヒル、ヒル、ヒル。はい、カム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 。オッケー、オッケー、オッケー。やばいな、これ。なんでこんな強いの？意味がわかんないんだけど。ノノノノノノノ、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。いろいろと嘘でしょ。さっきから何なの、これ。さっきからクソ腹立つんだけど。めっちゃムカつくわ。なんじゃ、お前、さっきから、ボケゴラ。お前、こうなったらこっちのターン、デタラメ切り行こうよ。きれい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 。ボケ、こっちのターンじゃハゲ。死んでまえ、ボケ。全然死なねえし。はい、はい。あ、のののののの。ええー、攻撃力高くない？なんでこんな高いの、攻撃。急な。うわー、やられたし、最悪。嘘だろ？
マルを使っていかないと。ちょ、アイテム、アイテム、アイテム。マジかよ、まさかのやられるっていうね。これはまずいぞ。あ、行って。いや、これ。いかん。マジか、これなんでこんな強いの。ほんと意味不明なんだけど。急な敵の成長。意味不明すぎるね。急に強くなりすぎて、俺戸惑っまくってるんだけど。じゃあ、ビリリ。よしよし、ナイス。あとはこいつだけ、イエス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 。待て。仲間していこう。はい、これ。オッケー。あ、仲間の歌、はい、オッケー。アチを仲間する。今度こそ仲間するよ。えい、来たよ。心が通じ合った。当たり前ですよ。さっきはごめんね、思い切ってね。仲間になりたかったんだけどね。俺もしたかったんだけど、間違ってね。それよりもオリバーがやられたことだよね。めっちゃ強いもん、ここの敵。アッチーが仲間になったから今どうでもいいわ。敵の強さにびっくりしてる。仲間しますよ。これで仲間にしないとかお前かわいそすぎるだろ。7ため歌歌ったんだよ。よくわかんねえな。全然心通じ合ってないけどね。そこなんか光ってるものがあるよ。ほんとちょっと待って。ボス戦かな。ボス戦じゃないよね。これ普通の雑魚敵だよね。いや、アッチーとか別にそいつらはそんな強くないんだよ。ただね、土の子名前は忘れたけど、あいつがめっちゃ硬くて全然倒せなかったわ。あいつ危険だね。あいつ戦うために俺逃げねえとダメだよ。はい、デカロックさんにやってきたよ。ここ来るまでが厳しかったからね。ここからも厳しいんだと思うけど。ここから本番ですからね。始まる前に苦戦してるっていうね。よし、行こう。上に上がるでー。うわ、もう明らかになんか強そうなやついるんだけど、ガン無視していいよかですか。ガン無視でいきますよ、俺は。無視していくスタイル。そうやってきた、やってきたスタイル。これからもそうやっていくスタイル。いるね。来んじゃね。あ、なんか落ちてる。なんだこれは。ちょっと待って。このロボ全然動かんな。暑さでぶっ壊れたんかな。え？いや、壊れたロボ。いや、気になるんだけど。うわ、ほんで対決になるっていうね。完全挟まれてるもんね。何このロボ。うわ、出た！角の子だ、角の子。こいつがまずい。いや、これ逃げないとダメだね。他の敵、あー、何、ちょっと待って、何してんの、逃げる。嘘だろー。逃げさせてくれよ、ちょっと待ってくれ。いかん、これ絶対ダメ。え、逃げる、使えないの。逃げる。ちょっと待って、逃げ出してよ。なんでこんな逃げれないのねえ、ドラクエだともう逃げ出してくれてるけどね。ドラクエじゃないから逃げ出してくれないのかな。よしよし、もうこいつは無理。角の子がいる時点でいかん。他のやつなら俺は戦うけど、こいつは絶対戦っちゃダメな相手だ。強すぎる。防御が硬すぎるんでね。この壊れたロボ気になるよね。現段階では何もできないのかな。なんか魔法もないしね。あ、それこそなんかあれじゃない、時間戻すやつあったよね。時を戻れ。効果がない。あ、じゃあ意味ないんだ。現段階ではもうオリバーじゃないや。こいつが言うように、もうスルーして先に進むしかないんだね。わかりました。とにかく角の子さえ出てこなければ俺はいい。あいつが出てきたら終わりだ。絶対無理だよ。お、道が2つに分かれてる。じゃあ俺右利きなんで右行きまーす。右利きの人はみんな右に行くからね。左利きじゃないから。あ、宝箱か。あ、来て正解だったね。コードは魔法の力で守られている。じゃあアンロックでしょ。はい、オッケー。え、アンロック違うの？ What？ アンロックで開かない。え？嘘でしょ？じゃあ何もできないってこと？アンロックの強化された魔法を使わないと開かないってことだもんね。誰が高度な魔法でお前そこを鍵閉めてんだよ。そんな場所でもねえだろ。誰だよ、わざわざ。じゃあ置くな、ハゲ。宝箱開くためだろ。あ、いかん！父の方が早終わった、もう。やめてよ、もうこいつ。角の子ね。うわ、もう後ろ取られてるし、完全に。もう倒していかないとダメだ、これ。物理がまず効かないってことが分かってるから、これ、あれだよね、魔法で行くのが正解なんだよね。あ、魔法。魔法。氷結。はい、行こう。絶対魔法だわ。おお、よしよしよし。いや、魔法だね。これで行けばよかった。あ、丸がいじめられてる。ダメ。やらせないよ、これ以上。はい、オッケー。魔法だ。戦い方間違ってた。全然大したことねえや、これ。俺、調子に乗るよ。勝てると分かったら調子に乗る人間だからね。みんなそうだよね。俺もそうだから。お、全部倒した？
イエース。これ逃げるまでもなかったね。申し訳ない。逃げれるやつはやっぱダメだ。逃げちゃダメだよ、人生。立ち向かっていかないとね。そうだよ。物理が効かないだけなら魔法でいけばいいんだよ。簡単な話だったの。そんなこともわからなかったっていうね。そんなこと理解するのにも時間がかかるっていうね。開け。何が入ってる？おお、ムーンドロップを手に入れた。何これ？え、自分ちょっと人に頼りすぎちゃうか？え、何これ？いや、あ、ごー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。宝箱取って何言ってんだこいつって思ったら話しかけてたんだね。丸ボタン押してたわ、俺。いや、そんな、怒る？頼っていいでしょ、お前。な、頼っちゃダメなやつがついてくんじゃねえよ、お前。戦うわけでもねえのによ。ふざけんじゃねえよ。なんで逆切れなんだよ。お前は聞くためにいるんだろ。じゃないと存在価値ねえだろ。わお。いや、もうこれ戦っていきますよ。もういけるってことは分かったんでね。角の子は非常に簡単だ。何つくん、あちち。あちち？あちちってあっちの進化版じゃないの？ねえ。しゃ、いきなりナイス来たよ。かもかもかも。はめちゃ強いんですけど。え、めちゃ強いんですけど。ナイス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 。え、めちゃ強いんですけど。硬すぎるんですけど。何これ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 。イエスイエスイエス。ナイスばっか取れてるけどね。ナイスばっか取れてる割には全然食らってないんだけどね、攻撃。オッケーオッケーオッケー。ゴー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 。レッツゴーレッツゴー。あとちょっと。イエスナイスナイスナイス。倒した。ちょっと待って、ちょっと待って、あー倒してた、何してんの、わーお最悪、ちょっと待って、仲間にするあれの時間がね、なんていうの、早すぎる、すぐ次の攻撃来るからね、ダメダメするから、うちのルッチがね、仲間にしようと思ったらもうルッチ攻撃してるから、もっとその、長くして、あの状態になったら攻撃しないようにしてほしいね。仲間できねえわ、したくてもできねえわ、すぐルッチ攻撃するんだから。あっちち、あっちの進化版だね。まあでも、仲間にしなくていいんじゃないかな。あっちを進化させたいわ、それならね。だってあっちち仲間にしたらあっち使わなくなるからね。そうなったらかわいそうでしょ。やめてあげよう、そういうことは。それでこれまた二つの道分かれてますが、左に行った。うわ、またなんかたくさんいるな。あ、宝箱があるとこかな？そうだね。さて、宝箱があるのは二つもあるのか？あ、こっち来て正解だね。魔法、あ、これ魔法の力、さっきと違うよね、説明文が。だからこれはアンロックで開くはずだよ。ほら、見てて。ほら、来たよ。はい、ガチャリンパ。何？でるるるーん、ファイアロボ。ファイアロブ？防具かな？不死鳥の羽？不死鳥の羽？すごいアイテム手に入れたけどね。ファイアロブみたいな、不死鳥の羽は何なの？命を落としても何度となく蘇るという不思議な、鳥の羽。気絶を回復する。持ってる数は1個。ああ、そういうわけね。おお、回復、アイテムだね。これはいいよ。ほんで、これファイアローブ。砂漠を越えるために使えたローブ。光や熱を通さないため、暑さに強い。あ、じゃあこれ装備していこうよ。暑さに強いのはかなりいいね。じゃあファイアローブをですね、発芽ピクルにつけとこうかな。これで OK だ。よし、じゃあ先に進もうか。こっちは行き止まりだ。いや、でもこっち来て正解だよ。宝箱、ね、ベアン来たからね。じゃあもう次は右に行こうかな。先左に行ったら宝箱がたくさんあったんだね。右利きだけど、たまには左に行くのもいいかなと思っちゃったよね。みんなも左たまに行ってね。右次行ってみましょう。もうだいぶ奥に来たからね。もうそろそろ山頂に着くんじゃないの？まだ着かないかな。じゃあ倒していこう。あちち。ガウリオン、すごい名前だね。めっちゃ強そうだわ。名前負けしてるね、完全に。わわ、すごい炎。わわ、いかん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 。なんちゅう炎書いてんの。吐いていいものと吐いちゃいけないものわかんねえのか、おめえは。完全に吐いちゃダメなもんでしょ。恐ろしいわ。吐いちゃダメなものだね、あれは。すごいね、今の。はい、オッケー。ヒートブレス、やめろ。見てんだ、この野郎。イエース、全部倒したね。ふぅ。吐いちゃダメなものを吐く敵でしたな。完全に燃えてたわ。助けてえだわ。さて、行こう。あ、また敵いる。角の子か。お、何？グラグラが揺れている。大噴火？わお。大噴火が近づいているとのことだね。もう時間はない、時間ないぞ。早く行こう、角の子。まあでもこいつの攻略法は見つけたからね。ただ MP ない時にこいつに出会ったらもう地獄だよね、完全なる。氷結、お前じゃない、こっちだ。これ倒しておかないと。
よし、いいぞ。え、魔法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 。カモカモカモ。氷結。はい。はい、グーバイ。終わったかな。野生の焚き火、相手の必殺技かい。わわわわわ、なになに、うわ、めっちゃ食らうし。え、な、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで俺の魔法無効化されてんの、おかしくない？魔法無効化されてんだけど、ふざけんじゃねえよ。はい、グッバイ。倒せてねえし、嘘だろ。わお、いろいろと嘘だろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いろいろと嘘でしょ。まずは、氷結だ。はい、オッケー。はい、行こう。レッツゴー。イエス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 。あ、角の子仲間できるよ。あ、マル死んでんじゃねえか。嘘だろ、いつの間に、気がつかなかったわ。ヒルヒル、早く早く早く。あっぶねえ、なんでマル死んでんの。 What？ 意味がわからない。あー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 、いや、これあまり魔法も使えねえしな、まあ、頂上に行けば多分あの回復のあれがあると思うからね。ここはもう MP はとりあえず残しとこう。はいはいはい、グッバイ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 、レッツゴー。イエス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 、倒したかな。ふぅ、角の子仲間にしたかったんだけども、こればかりはしゃあないね。マルがいないんだから何もできないっていうね。気がつかなかった。丸いつの間に行ってたんだ。ははっ。魔法にしようと思ってた。死んでんだもん。死ぬときは一つ声かけて死んでよ。おら、今死ぬって。そういうの大事だよ。教わらなかったのかな、親に。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。今対決したくねえんだよな、回復。あー、もうこれしつこく追いかけてくるからね。なかなかモンスター諦めねえんだよな、あっちの。うわ、これドラクエだったらもう消えてるんだけどね。通り抜けできないか。通り抜けできないか。通り抜けできないか。うわ、バレた、もう最悪。どうだ、できた。よし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 。回復、回復するとかないのか。うわ、またいるし、またいるし、なんかドラゴン的なものいるし、なんだあれ、気持ち悪いな。もうこっち来んじゃね、こっち来んじゃね、こっち来んじゃね、やめろやめろやめろ。通り抜ける、通り抜ける。こんな調子でボスに勝てるかといえばノーだが。こんなの苦戦してるやつが勝てるといえばノーだが。でもこればかりはしゃあないんだ。通り抜けていかないと。あ、の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 、どっち、どっち、どっち、行き止まり、行き止まり。嘘でしょ、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 どこ行けばいい、どこ行く、あい、もう何これ、何これ、行く道ないんだけど、ここで行き止まりなんだけど。いや、魔物からの先制攻撃じゃないよ、こんな。何もどうしようもできないでしょ。でもこれ逃げないと終わりだね。逃げれなかったも終わりだし。逃げる。丸は一発でやられるよね。もう嘘でしょ、ちょっと、ちょっと二の国、あの、ちょっとに、あー、もうやられた、最悪。二の国、ちょっと逃げるあれがね、あの、確率が低すぎない？全滅してしまったじゃないよ。ちょっと低すぎて泣けてくるね。もっと高くしてほしいわ。いいよ、もうお金はしゃあないからね。ドラクエ、そこんとこドラクエリスペクトしてほしいよね。ドラクエだと逃げれてんだよな。めんどくせえ。また一からやり直しかい。あ、あそこの宝箱あったんだ。取り逃してたね。さっきそのまま左に行っちゃったからね。危ない危ない。なに？防具武器？なんなの？幸せになれるもの、ヘルプミー。ふっ、フレームソード、名前からして間違いなく強い。この武器が弱いということは間違いなくないだろう。じゃあ装備していこうよ。ルッチにね、フレームソード。振るうたびに、絵から、熱風を吹き出す剣。取り扱いが難しいため、焼き戸に注意。あ、そうなの。でも大丈夫。全然強いから。絶対強いよ。もう明らかにおかしいでしょ。フレームソードだってよ。これかなりルッチ強くなってると思うよ。ちょっと実践で使っていこうか。負けないよ。ルッチ行こう。カモン。あれ？ミス？嘘でしょ？わお！野生の雄たけび早くない？敵の必殺技早くない？おかしくない？めっちゃ早いよね。え、なにこれ？全然攻撃当たんねえんだけど。あ、あ、あ、全然食らってない。なんなの？めっちゃ弱いじゃないですか。あ、あ、マルやられてるし、嘘でしょ？わお！なんでこんなマルやられんの？早くない？全然食らってないしね。オッケー、グーバイ。ちょっと待って。MP 玉拾って。はい。一回倒せ。全然強くなってないよ、これ。あかんかんかん、死ぬ死ぬ死ぬ。嘘でしょ？なんでこんな、ボロスカにやられねえとダメなんだ。腹立ってきたんだけど。めっちゃ敵強いし。あの、の、何してんの何してんの何してんの、ルッチで行かないと。お前が普通オリバーで行っても何にもならねえよ。MP 玉、MP 玉、MP 玉。はい、使って。あ、の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 、死ぬ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 。ヒルヒルヒル。あっぷね、敵めっちゃ強いじゃん。はい、オッケー。ナイス。しかし、また丸がやられてる。気がつけば丸が横にいないっていうね。何のために二人で冒険してるのか分かんなくなってくるよね。常に死んでる人だもんね。あ、常に死んでる人だっていうあだ名今ついてると思うよ。オリバーからそう言われてんじゃないかな、丸は。
ちょっと勘弁願いたいね。うわ、また敵いるし。これ一回一回戦いになるの勘弁願いたいよね。逃げるっていう選択肢がないからね。敵のスピードが速すぎて逃げれないもんね。そういう仕様になってるから、このゲーム厳しいんだよな。あ、行こう。あ、行こう。あ、でも攻撃はめっちゃ食らったよね。さっきは何だったんだ。あ、多分炎属性の敵だったから、このフレームソード相性悪かったのかもしれないね。おそらくそうでしょう。ほらね。うわ、もう野生の雄たけび早いわ。ガードする暇もないじゃんね。勘弁して、さっきから。こいつのね、必殺技のあの時間がめっちゃ早いんだよね。パッパと来るから、あ、攻撃やめてガードっていうことになれない。絶対ダメージ食らうんだよな。それも20近く食らうっていうね。いじめだよね、完全なる。やめてしまいたいってなっちゃうよね。さて、この奥だよね、さっきやられたのが。これでも行き止まりだったよね。行く道なかったような気がしたんだけどね。敵いすぎだわ。常に待ち構えてるっていうね。もっとこの敵と敵との間隔を開けてほしいわ。常にいすぎてもう、それが当たり前になっちゃう、なってるっていうね。別に悪いことじゃないよ。そういうゲームだからね。戦いしないゲームとか全然面白くはないんだけど。攻撃して、攻撃して、攻撃して、攻撃して。よっしゃ、倒したね。オッケー、オッケー。いや、フレームソード強いよ。やっぱでも、炎属性の相手には全く食らわないということが分かったからね。火炎の武器なんで。で、ようやく来た。また敵いんの？え、ここ、あ、こっちに道あったんだ。うわ、もうまた来てるし。腹立つのは次から次へと、本当に。そう、敵と敵との間隔を開けないと、戦いからのまた戦いってなっちゃうよね。戦い多すぎて慣れてきたわ。レベル上げには持ってこいだけどね。全然嬉しくないレベル上げだよ。ルチ、ルチ何をして、ルチ攻撃して。ルチ全然何、ルチ全然攻撃しねえ。あ、MP 玉落ちて。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。拾いに行こう。また丸がやられてるぞ。また丸がやられてるぞ。早く切ったれ、切ったれ。早く切ったれ。これ装備外した方がいいかもしれないね。フレームソードここでは使えないわ。それが分かった。だってこれ確実、まあ、ボス戦があるとするならば、確実にね、あ、来たね、これ、頂上。あ、ここにあったんだ。あ、これ手前で俺死んだんだね。うわ、悲しい、みんな見てよ。ちょっと進んだ先にあったのね。うわ、悲しい。ほんで、これで一からやり直しだったからね。もう、惨めすぎて。なんてついてないんだろうと。ひどいね。よしよし、先に行こうか。おそらくボス戦になるでしょう。これがあるってことはね。あ、違うのか。あ、まだ中間地点かな？あ、違うっぽいね。これ、あ、なんかある。なに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 ？オルバー、ダッシュで突っ走るで。あ、あ、なんだ。あ、あ、あ、そう、雫と話になっただけね。いや、ハテナマーク出たか、なんか宝箱かなんか落ちてんのかなと思ったら違うのか。え、どっちどっちどっちこれ。え、宝箱はあるんだけど。え、行き止まりじゃない？ちょ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 、危ない危ない危ない。ちょっと待って、行き止まりだよね、これ。ダッシュで突っ走るでって、どういうこと？ダッシュで突っ走れないんですけど、道がないんですけど。あ、あー、ここ橋作るのか。オッケーオッケー。そういうことだね。見えざる橋。あ、効果はない。あれ、違う？何？いきなりやな。泡の溶岩を冷やせばいけそうなんやけどな。あ、そういうこと。ヒール、ヒールじゃねえ。あれなんだっけ。氷結だ。はい、これだ、これだ、これだ。今回は橋じゃないね。見えざる橋じゃなくて、溶岩自体を溶かす。マグマをね。あ、溶かすじゃねえ。凍らす。そうすると、これ通れるようになったよ。すぐ溶けると思うけどね。あら？あ、こうなるのね。あ、そういうこと。なんとなく理解できてない感じがするわ。おっと、なんだ？またかい！これ、噴火してるだろ？早く噴火を止めんと、簡単に言うなよ。3分！うわ、これ待って、時間制限あるパターンじゃないの？ 3、4、戦闘を覗いて、あ、戦闘を覗いてね、めっちゃ説明してくれるね。ありがとう。あ、ここは多分時間ありますね。タイムリミット。あ、あー、出てる、出てる、出てる。うわ、もうこの手のパターン俺苦手なんだけどね。戦闘を覗いての3分だからね。それはありがたいけどね。戦闘あっての3分なら絶対クリアできねえよ。これ別に雫は炎に当たっても大丈夫なんだよね。時間ないから早くしろ。イエス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 。戦闘は別にしていってもいいんだ。それはどっちでもいい。あ、危ない、落ちるとこだった。落ちてもいいのかな。落ちてもいいことないと思うけど。あ、まあいい。戦いになるのはしゃあないことだ。
これを除いての3分だからね。早く行こう。でも、チンタラできないよ、これ。チンタラするつもりもないし。オッケー。早く倒して。早く倒して。はい。はい。はい。レッツゴー。はい、ゴー。あー、しないっす。早いね。必殺仕事人ですわ。この調子で行こう。そうだよね。よし、レベルアップ。それはいいんだが、あっちのレベルはどうでもいいんだ、今。あっちのレベルほど興味のないものはないんだ。今は先に進む、それだけだ。ごご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 、あと130秒しかないよ。もうもうもう、危ない危ない。ちょっと猛進で来んじゃねえ、バカ野郎。空気を読め、空気を。すごい勢いで山頂に向かっとんねん、こっちは。噴火するで。噴火させちゃうで、お前のせいで。もうもうもう、すぐ、元気な、元気に走ってこないで、頼むから。今、急いでるって言ってるよね。人の言ってることは理解できないのかな。まあ、理解できないでしょうね。理解できた戦いにはなってないからね。はい、はい、オッケー。あとあっちね。もう仲間とかどうでもいいわ。どうでもいいとか言っちゃダメだけどね。まあ、戦闘覗いてだからね。別にそんな焦る必要ないんだよ、戦闘中も。焦る必要はないんだけど、まあ、いいか仲間にしていこうよ。うん。あ、できなかった。嘘でしょ。あ、できなかったね。間に合わなかった。はぁ、早ー。すぐ仲間できなくなるからね。あ、逃げた、逃げた。もっとちょっとね、仲間になるその時間っていうのをね、あの時間を長くしてもらいたいんだけどね、すぐできなくなっちゃうから。どうしようもないよね。まあいいや、別にいらねえから。うわー、あと120秒か。ん？ん？何？何？何すんの？あ、ここか。ここ。え？あ？うん。うん、魔法で、どれを使うんだったか、溶岩だったらあれだろ、溶岩だったらあれだろ、溶岩だったらあれだろ、うん、氷結だろ。めっちゃ焦ってるけどね。はい、氷結、さっきと同じパターンだね。ここまでやってきたことをおさらいするだけですから、簡単だよ。うん。その時間ないっていうのは、このムービー必要？まあ、このムービー中ももちろん、時間、進まないけどね。進まないけど、必要？プレイヤー的に早く行きたいのよね。焦るんだよ。100、うわ、100秒切った！ここから間に合うか。もう戦いは勘弁してくれ。もう本当に戦いやめて。来んじゃねえよ。いいんだよ、来ても別に。戦闘覗いてだからいいんだけど、もうプレイヤーは早く行きたいのよ。俺は行きたくて行きたくて仕方がないのよ。すごく卑猥に聞こえるけどね、行きたくて行きたくて仕方がないって。ボイスだけ聞いたら完全に誤解される言い方だよね。ただそうなんだ、行きたくて仕方がないからね。早く行かしてほしい。間に合うかこれ。100秒切ってるけどね。しゃあ、オリバーのレベルアップ。ただオリバーのレベルアップよりも大切なのは今先に進むこと。うわ、もうまた敵だよこれ。どうだ、来てる後ろ。よしよしよし。で、戦闘は回避できたらしいね。どっちだどっちだ、どっち行くのが正解なんだ。マップマップマップ。おそらく多分こっちで合ってると思う。こっちで合ってるでしょ。ゴー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 。やばいよ。もう100秒切ってるんで、すぐ急がないとね。あ、この手のパターン。これ、火当たったらどうなんの？落ちるとかそういうパターンかな？まずいまずいまずい。70秒切った。落ちるかやり直しかだな。わ。あかん。早く。もう時間ないって。時間ないって。これ、ちょっと待って。どうすんの？あれ上通れんの？よし。あ、いかん、嘘だろこれ。何このパターン。これタイミング難しいよ。よし、ナイス。来たのか来たんだね。よし、来た、間に合った、よかった。いや、ボス戦だね。わかった。あの時点で、あれある時点で察したわ。うん。こいつ腹立つわ。目安。そういうこと言いたかったんじゃねえんだよ。調子良すぎるだろ。まあいいだろう。これボス戦来たね。OK、行きましょうよ。3分焦りましたけどね。3分で噴火するわけじゃなかったんだね。よっしゃ、いざボス戦へ参る。勝つねー。まだボスじゃないのか。あ、まだボスじゃないね。ボスまでの道のり長えな。あ、いや、ボスか？とりあえず山頂にはやってきた。
やはり来たね、坊や。あれはジャボーや。ジャボー、え私はお前に試練を与えるとし。マグマドラ燃え盛る巨人じゃねえよ。なんだこの化け物は。嘘、これ勝てへんで。あんたこれ勝てないパターンのやつやで。嘘でしょ。来たよ。絶対強えと思うけど、絶対勝つ。まずはいきなり魔法使っていこうか。氷結、はい、オッケー。え、全然食らってなくない？全然食らってない。ルチ行こう、ルチ行こう。うわ、めっちゃ食らう。あ、めっちゃ食らう。あ、ノー、守れ。よし。でたらめ切り。あ、間違った。あ、まずい。相手の必殺技来てるぞ、これ。間違った。いきなり間違った。操作ミス。普通の攻撃しようかなと思ってたね。まだ使えない。嘘でしょ？わあ、いかん。なんだ、まだ使えないって。どういうことだよ。なんでまだ使えねえんだよ。これ炎残ってるしね。ヒールじゃねえな。氷結。OK。32。まあ、ダメージ自体食らうよね。これ、ただ地面がさ、火だらけでさ、ほとんど何もできないけどね。ルチ攻撃。わ、ルチの攻撃全然食らんねえ。やっぱあのファイヤーつけるんじゃなかったな。守れ。よし、いいぞ。しっかりと守った。これルチ変えた方がいいわ。武器の方がいいね。貯めろ。で、暴れろ。あ、ノー、ちょっと待って。マル死にかけて。私もやる。何してんの？マル死ぬよ。戦う。あ、ノー、マルじゃない。回復。癒しの雫を使って回復して。マル死にたいの。死にたいんだね。行こう。魔法、氷結。いや、待てよ。全然食らってないんだよな。武器行こう。貯めろ。で、暴れろ。しいぞ。全然暴れてね。俺の理想の暴れると全然違えんだけど、お前これ。え、何？どっかに弱点ある場合、後ろに回って尻尾を狙うんや。尻尾？今更？オッケー。尻尾ね。後ろに回ってて簡単に言うなよ。後ろ回れた苦労しねえんだよな。うん。あ、ノー、まずい。ルチからの、守れ、間に合ってない。まあ、とりあえずルチで攻撃していこうか。尻尾狙えたら苦労しねえんだよな。全然後ろ狙えねえけど。え、よし、当たってるね、攻撃。よかった。はい。火がうざくて狙えない。あ、ノー、守れ。よし、いいぞ。ナイス。尻尾を狙えってね、雫は簡単に言うけどさ、その尻尾狙えたら苦労しねえんだよ。わ、これほんとフレームソード買いな。さっき手に入れたやつつけてきた。失敗だね。あれつけない方がよかった。守れ。当たってねえし、最悪だ。なんじゃこれ。あ、ノー。マル死にかけて。マル大丈夫かい。マル死なないで。癒しの雫。はい、回復。MP 切れてんな。MP 切れかけてんな。オリバー。ちょっと待って、全然後ろ取れねえけど。うわ、もうマルまた死にかけてる。ちょっとマル。二人になってから逆にやりにくくなってるっていうね。二人になる必要あったのかなと思うんだけど。浮き行こう。全然尻尾届かないけど。よっしゃ。カモン。これ、尻尾狙って意味あんの？全然食らってないしね。あ、間違った。よかった。当たってなかった。あ、ノー。あ、またゲージ切れる。ルチ行こう。ファイブです。避けて。当たってんの？なんで当たってねえんだ？よくわかんねえや。確実当たったと思ったけどね。はい、行こう。よし、来た！なんか来たよ！チャンス！切れ。何してんの？何そこ切りに行くの？わっ、意味がわからない。ウキ行こう。はい、攻撃して。よし、ダメージめっちゃ食らうようになってるね。浮き攻撃。
貯めて暴れた方が良かったかもしれない。後悔している、後悔しているが、もうしゃあないこれは。あ、でもめっちゃダメージ食らった。半分いったね。あぶれ、当たってるし。あ、ちょっと回復玉、回復玉、どけ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 、何してんの何してんの、どいて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 、めっちゃ回復の玉落ちてんだもん。拾わないと、邪魔しないで。いや、ノ、あ、もう全部消えたし。あ、何よ、何これ、全部消えた。え、何これ、発芽ピックル、お前が出てきてどうする。今お前ルチ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 、めっちゃ戦いづらいわ。とにかく尻尾だね。普通に攻撃してでも勝てるとは思うんだけど、やっぱそれだと時間がかかるからね。守れ、よし、当たってないんだ。うん、マグマの雄たけび、え、嘘でしょ。はい、終わった。守れが使えない、最悪だ。ここで使っちゃったよ、ここで来ちゃったよ。うわ、もうすごいダメージ、頭おかしいね、食らいすぎでしょ、頭おかしいレベルだわ。魔法ヒール、これは丸にしとこうかな。とりあえず今近づかないことだ。で、また魔法ヒール、よし、とりあえず逃れられたが、使うタイミング間違ったね、守れを。しまった、使うんじゃなかった、使うんじゃなかったって今更後悔しても遅いけど。戻ってこい、ウッキー行こう。でも丸また死にかけてる、嘘でしょ。もう丸よ、丸なんなのさっきから。のアイテム、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 回復、あ、回復したんだね、よかったよかった。丸頼むから、あのののの、火当たる、火当たる、火当たる。丸が常にピンチってるからさ、気になるんだよね、戦う。ののもうパニック、パニックすぎて。とりあえずチャンスをまた作れ。ウキ攻撃して、何してんのウキ、全然攻撃してない。なんじゃこいつ、なんじゃこいつ、本当にな。あ、マグマの雄たけび、あ、終わった。あー、もう守る間に合わなかった、もう最悪。早いわ、敵の攻撃のあれが。うわ、もう絶対死んだこれ。え、なんで、何連続で攻撃来てんの、何。うわ、もう丸死んでるし、最悪すぎるね。なんじゃこれ、敵の攻撃のあの期間が早すぎる。 HP を100回復するしとこう、ここはやべえな。いや、もう一人で戦った方が俺マシだと思うんだけどね。一人の方が楽だわ、正直ね。いや、もう攻撃ミスとか勘弁してください。攻撃はミスらないんですよ。の戻して、戻して、戻して、これは離れてたら当たらないよね、この判断だよ。あ、マグの、よし、守ろう、しっかりと守れば OK だ。ようやく3回目に収穫守るが成立するっていうね、遅すぎるわ。よし、10だよ。守ればしっかりとこうやって防げるからね。火炎ブレス、それずるくない、それずるくない、それからのそれずるくない、絶対当たるよね、プレイヤーどうしようもないよね、その離れた距離からのマグマブレス、ずるさしかないよね。今のはひどいね、なかなかのひどさだね。絶対に当たる仕様になってるっていうね、あの距離感でやられたら確実に当たるでしょ。避けれるっていう人いないと思うよ。尻尾早くチャンス作れ、体力あと3分の1くらいかな。チャンスさえ作ったらこっちのもんなんだが、なかなかチャンス。あ、マグマの雄たけび、あ、ののはい、間に合わない。あ、もう最悪、今のなんてもうセーフ判定だろう。もう押したけどね、丸ボタン。最悪、アイテム使う、アイテム、ほら、この距離からのこれしてくるからね、プレイ余計をないっていうね。ちょっとずるいわ。まあ、不死鳥の羽があるんでね、丸を蘇らそうと思えば蘇らせることはできるんだけども、この場合は完全一人の方がやりやすいので、まあ、経験値もらえないけどね、死んでたら確か経験値もらえないはずなんで、まあ、そこはちょっと厳しいですけど、欲しいけどね、うん、相手死にかけに追いやったら、こっちも使っていくっていう感じかな。はい、距離取って、危ない、何ゆっくり歩いてんの。あ、それ来たね、よっしゃ、マグマの雄たけび、これ守る、はい、オッケー。もっとヒールのあの青い球を落としてほしいんだけどね、ゴールデンボールも来ねえのか、なかなか来ないね。ゴールデンボールはわりかし終盤に来るからね、早い段階で来てほしい。終盤に来たってもう倒せる段階で来られても困るんだけどね、普通は。あ、ウキ、ウキ攻撃、
武器、あ、火力弾落ちてるな。武器、武器、武器、武器取って、武器取って。これ炎がうざいわ。全然チャンスにならないね。結構攻撃してると思うけど、多分ダメージによってのチャンス判定になると思うんで、ある程度ダメージ与えたら、尻尾にね、なると思うんだけど、全然ならないけど。ま、でもそれでもまあだいぶ与えてるからね、地味にね。あ、チャンス来た。よし、来た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 。カモ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 。ためろためろためろ。ためろからの、暴れる。はい、暴れる。なんで正面行くの？そこで攻撃すればいいじゃん。何してんの？何してんの？何してんの？何その細かいルール？何その全く意味のないルール？え、なんで1しか食らわねえの？ What？ は？ What？ は？何この1、1判定。え、何これ？何これ？え、いろいろとおかしくない？いろいろと疑問しかないけどね。え、何これ？何これ？え、ちょっと待って。守れ、守れ、守れ。死ぬぞ。危ねえ。チャンスじゃなくてね。あ、マグマの焚き火来た。危ねえ。危ねえ。今変えてて正解だったね。いや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 、1しか食らわない上に、何なのその前に行ってじゃないと攻撃しないスタイル。どこの誰に言われてそんな攻撃してんのよ。絶対やめた方がいいと思うよ。それプレイヤーの神経逆なでするパターンのやつだわ。絶対意味ないと思うけどね、俺は。どうすんの前に行ったところで。いや、ちょっとウッキーの不自然さにはちょっと疑問を覚えるけどね。何がしたいのかわかんねえ。来た。チャンス。チャンスじゃねえの？あ、ないっすか。勘弁願いたいよね。あれ言ってる時間もね、敵はだんだん回復していくわけだからね。回復しないんだったらわかるけどね、すぐ立ち上がるからね、どうしようもないよ。まる思いっきり死んでるけど。あ、でも不死鳥の羽はちょっとね。あ、ああ、間に合わなかった。もう最悪、もう押したじゃん。なんで通り過ぎてんの？腹の立つ。それが全部できてないんだよね。全部通り過ぎていくんだよ。え、なに？え？はい、終わった。はい、終わった。はい、こんなんいじめ。こんなんいじめ。こんなんいじめ。間に合い、間に合い、間に合い。よしよし。あっぶねえ、これ見たか、みんな。終盤のこのハメラッシュ。気違いだろう。今の見た、みんな。おたけび食らった後のノーモーションでの引っかきだからね。それも一発20くらい、よく死ななかったな。よかった、レベル上げてて。HP100 超えてて。そう思えたよ、ほんと。心底良かったなと思えたもん。じゃないと死んでるからね、みんなレベル上げちゃんとしておかないと、ここは厳しいよ。ルチ行こう、ルチ。ルチ切って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 。ノノノ、マグマの雄たけび。はい、しっかりと。しっかりとゆっくりやればいいんだ。ゆっくりやらないから毎回通り過ぎて別物、別のもん選択しちゃうんだよね。ひどい癖だよ。危ない危ない危ない。火だらけだな。あとちょっと倒せるんだけどね。まあでも、もう残りは物理攻撃で OK かな。うん、物理だな。 MP は残しておかないと。ヒールが、ヒール使わないとダメだしね。テイルラッシュ OK、 セーフ。カインブレス、この時後ろ。武器頼むよ。テールラッシュ。あ、ノノノノノ、ちょっと離れよ。危ない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 。この流れからのマグマの雄たけび来るからね。よっしゃ、火消えたね。ルチ行こう。テールラッシュ、またかい。お、ナイスか。あんなナイスなのか。あ、ノノノ、慌てずね。うん、慌てずに行けば OK。 慌てなかったらこうやってできるからね。慌てるからね、毎回通り過ぎてね、食らうんだよね。でも大丈夫、今回もしっかりとガード。えゆー、ありがとう。よっしゃ、カインブレスで魔法ヒールちょっと使っとこうかな。完全にもう丸いないものをされてるけどね。ちょっと相手のこういうパターンに完全はめられてるからね。ずっと相手のターンだ今んとこ。ウキ行こう、ウキ行こう、ウキ行こう、はい、ウキ行こう。テラシ、テラシ来たよ。もういいや、攻撃しに行け。ここいた、後ろいた。当たんないんだよな。あ、これは当たるかな。危ね、当たらなかった、よかった。うわ、マグマの雄たけび、嘘でしょ。慌てずやれば大丈夫。うんうん、よかったよかった。完全にもう冷静さを取り戻してる。いや、冷静じゃないような気がするけどね。常に焦ってるような気がするんだけど、まあそれはいいんだよ。いや、もうその流れからのこれずるいと思うよ、俺は。余計はないもんね。テールラッシュ。
これちょっと回復しておかないとまずいわ。ちょっと待って、後半になって完全に相手ペースというかさ、同じことしかしてこないんだけど、これずるくない？みんなちょっと氷結あたり行っとこうかな。はい。うわ、もうマグマの雄たけび来てるし、あーもう終わった。もう何してんのこれ、もう最悪だろこのすれ違い、ずるいわもう。これ後半これしかしてきてないじゃん。何この同じゲーム、ずっと同じ内容だよ。あの進化がないっていう、進展がないっていうね、ずっと同じ内容だからさ。ジューシーサンダももう1個しかないしな、まあ、使っとくか。もう倒せるんでね。炎ブレス、この炎ブレスの時に攻撃していかないとダメなんだけどね。それかさっきはできてないんだよな。でこの後ラッシュ仕掛けてくるからね、あのおなじみの。はい、攻撃攻撃、チャンスチャンスチャンス来て、チャンス来て、チャンス来た、こっちのも、チャンス来た、こっちのも。ここいたら当たんない。当たった、嘘でしょ。はい嘘、はい嘘、はい嘘だろ。マグマの雄たけび、はいオッケー。嘘だろ、当たらないって言ったのに当たるっていう、意味不明すぎる。全然当たってるんだ、恥ずかしいわ、顔真っ赤になるわ。ナイスナイスばっかでさ、あ MP 玉落ちたな、拾いに行かないと。よし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 、カイムレスカイムレス、このうちに後ろに行く、このうちに後ろに行ってヒール。あーちょっと近すぎる、これダメージ食らうんじゃねえか。よかったセーフ。んでウキウキウキ、もうとにかくこっちの攻撃していこうよ、全然攻撃できてないからさ。チャンスなれ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 。はい、マグマの雄たけび来た。はいオッケー。全然チャンスにならないね、本当に。最後までもうならないつもり？それやめて、それプレイヤー的には面白くないから。全然攻撃チャンスがないからね。後ろついて後ろついて、カインブレスカインブレスカインブレス、気にするな、カインブレスはどっちでもいいんだ。まだ思いっきり死んでおるけど、あ待て、 MP 玉が落ちている。もう決着つけないとね、同じことの繰り返しだからな。よしこれで終われ、これで終われ、これで終われ。攻撃攻撃攻撃、イエスイエス、もう終わるもう終わるもう終わる。いやチャンスになろうよ、チャンスになろうよ、家族になってチャンスになろうよ。 OK 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 OK、 チャンスになろうよ。ならない、全然ならない、全然。なんでこれ、ウキ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 、最後の攻撃ウキ、はいオッケー、ナイス、ようやくだ、長い戦いだったね本当に。これで終わりなの？ははマグマの中落ちていったよ。めっちゃかわいそうな結末じゃないですか。もっとなんか救い、敵にも救いやってほしいね。あ、よかった。死んでても丸のレベルも上がるんだね。はい、灼熱のオーブを手に入れましたよ。えいゆー。じゃあ結局丸いらなかったわ、最後まで。俺どっちかといえば一人、二人より一人の方がやりやすいからさ。もちろん丸がいたらすぐ倒せるのかもしれないけどね。今回ちょっと時間かなりかかったな。マグマドラン、はい、さっき倒したやつですね。かわいそうな結末になってしまいましたけど、上から岩が落ちてくるっていう、もう絶対死んでるわ。おう？なんだこれは。あ、ワープ的なものかな。噴火を収まったババナシは戻ろうとのことだ。行こう。
人はレカ大陸にある防具帝国に身を潜めているらしい。目指す、次に目指すべき場所は防具帝国。こっちですか。東のレカ大陸。船に乗らないとダメなのか。港町ビキーニに出てる船から行く。とのことだね。納得すんじゃねえよ。自画自賛じゃねえか。改めてよろしくね、オリバー。本当だね。完全おまけ扱いしたね、今。えい、これでまた一つ問題解決し、また次の町目指してやっていくとのことだね。オッケー、マルもこれからも仲間なんでね、ずっと仲間なんで、まあ、正直マルがいてもいなかったも正直関係ないんだけどね、今回のボスも一人オリバーで倒したからね、まあ、もっとうまく戦っていかないとダメですから、次回の実況では港町ビキニを目指してですね、やっていきますので、お楽しみに。じゃあ見てくださった皆様には感謝、グッバイ、また次回ご会いしましょう。